のりチャンネル。すいません、ご無沙汰します。どうも、おはようございます。久しぶりですね。ゲイキャラ作ろうぜ。加藤へ。そうそう、加藤、加藤ね。そうそうそう、イベント考えるんですけど、イベント考えないで、まあ、面白かったね。のりチャンネル。今の若い選手たちでこの NFL を目指したい選手はどうしたらいいのか、お題なんですけど、どうですか。一見ニキヤさんが言ったらそんだけ今目を見てない状況で、もうそれを伝えてほしいです。僕ら今言っても高校生教えたりとかっていうのがあるから、今の方法論とかを考えるんですよ。ニキのそのニキヤさんのその感覚だけをちょっと一回、これ子供たちに向けてぐらいの感じで、まあそのどの年代に訴えるかっていうのもあるけど、まあ親に対して言うのであれば、まあ小学校の子供がいる身としては、まずいろんなことをさせると、いろんなスポーツを経験させた上で、もう高校ないしは大学はもうアメリカ行けと。やっぱり もちろんそのいろんな能力を上げるっていうのはもちろんやけど、まず一番痛感したのが語学。やっぱり英語が第一、ね、ファーストラングエッジとして喋れないと、もう絶対通じないっていうね、競技であるのは間違いないっていうのは多分みんな感じてると思うから、まずやっぱりアメリカ行けと。アメリカのその生活に馴染むことがまずもう必須やなと。まあね、立命館、帝京大学っていうその母校愛っていうのもあるかもしれないけども、あるある。それよりも本当に NFL 行きたいって思うんやったらもう行けと。だって八村塁とか渡辺優太って、そうじゃない。まあね、大谷翔平は日本のプロ野球というのがあるから、ね、また別かもしれないけど、でもほんまにアメリカでやろうと思ったら、やっぱり大学高校からアメリカ行って、ね、本場のフットボールを体験するべきやと思う。そのプログラムないですもんね。そうそうそう、アメフトにはね。そうなってくると子どもの状況で手を挙げて自分が小学校の時に行きたいって多分夢なんじゃないですか。ってことはやっぱり親ってことですね。親だと思う、親だと思う。親が絵を描いて目指すっていうところがスタートかもしれないですね。でもさ、うちの子供なんか今バスケしてるけど、もう NBA ばっかり見てる。なりたかったらもうアメリカ行けとか。そう、ね、バスケットの方がそういうのも今ね、なんかこうチャンスありますもんね。まあでも本来はアメフトの方が可能性は高いと思うよ。だって54人やったっけ、ロースター50人おるわけやから、それが何チームやったっけ、32チームかあるわけやから、すごい可能性は高いはずなんやけども、でもアメリカでもそれだけの強人口いるわけやから、やっぱりそこにまずは入っていかないと、ね、まあね、と僕は、のりチャンネル。お母さんは逆に今だ子供を見てる中で、ね、力也さんが言ったのは、言ったら小学生の親に訴えかけるこう状況じゃないとそこは打開できないよねっていう話。小川さん今高校生教えてる中で、高校生が未納自由の子たちが、僕海外行きたいんですよ先生って言った時に、どういうふうに伝えて、どういう方法論考えます。だから実際にいて、今までにも、まあ去年もいたし、その前それまでにもそういう子はいて、で、まあ海外に行きたい、でも高校はまあその日本の高校でやりたい、やる中で最終的に海外でやりたい、大学からはやりたいとか、そういう子たちはやっぱりいるね。いるから、その子たちがこう、まあまあ高校を出て大学は向こうのカレッジでやれるとか、まあ、ジュニアカレッジでやるとか、まあ、そういう今ので言ったらチャンスはそういう風なところしかないんかなと思って、まあ、それこそ高校から行ってっていう方法ももちろんあるとは思うし、
その方がチャンスはあるかもしれないし、どんだけの人がそこに理解があるかとか、うん、って言ったらもうめっちゃ少ないじゃないですか、うん、ある意味だからなんで高校の生と携わってるかって、僕大学から海外挑戦始めて、うん、大学終わってから社会人になってからで、うん、大学の時じゃあそんな海外のことも全くしてなかったし、うん、じゃあそれこそ NFL 挑戦するためには絶対若いカテゴリーからじゃないとあかんやん、うん、もうそう絶対って思って、うん、で、まあ、その思いもあって高校のまあまあチームに携わろうって思ったから、うん、もっと本当は下のカテゴリーからこう海外見るチャンスがあればいいけど、でもだ僕なんかは実際にこうもっと早くからアメフトと出会って海外で英語を喋る必要があるとかを教えたか知りたかったし、うん、っていうイメージ。英語なんですか。英語はねやっぱり大事。のりチャンネル。まあでも教え子からそういう相談を受けることがあるんですよ。でもまあ去年で言ったらその。トビーってディーン・スコット君ねとか、彼はバリバリ、まあまあもちろん英語も喋るし、うん、そのもう一人その谷内っていうね、その子も去年の子なんですけど、もう嫌いな子なんですけど、もう行きたいって言ってて、実際にこうなんかこうそれこそまあその紹介して行こう、まずちょうどコロナが被ってたりとかあったんですよ。そういう子たちがすごくまあコロナもあって損してる時代であって、でまたでも今って今なくなりましたけど、アンダーセブンティーンぐらいのカテゴリーが今あったじゃないですか、アンダーセブンティーンみたいな高校選抜みたいな、あれでチャンスはあったりしたと思ったんですよ。その実際にカレッジからちょっと呼ばれてとかいうの向こうでいたんですけど、たださあれが高校3年生が主体のチームやったから、アンダーナインティーンですね、そうだから高校3年生の主体のチームやから、もう進路が決まってることも結構ある、ね、だったらもっと落としたほうがいいかもしれないですね。そう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 、でその高校代表やったら18歳のカテゴリーなんですけど、でももう18歳でも決まってるわけです日本でも、うん、その子らがまあ終わってからとか大会終わってから行くようなカテゴリーやったから、あれがもう一個下とかもう一個下とか、まあ、どんどん増えていったらまあそのそれこそ可能性は出てくる、増えてくると思う、ね、うん、サッカー各国の代表、いやね、10代の化け物みたいなやつがいるじゃないですか、12歳とかね、いますもんね、13歳とかエムバペも19とかエグアタスとか、そうそう、おるんですよね、そういうやつに、コラにもチャンスがないと、そうなんですよ ね、 ね、サッカーは本当にそういうプログラミングが上手にやってはるから。のりチャンネル。NFL ヨーロッパがなくなったところのね、海外挑戦のちょっと行きにくさっていうのはすごい、うん、かわいそうだなっていうところはすごい。まあでも今これだけね、SMS とかね、はい、出てきて。なんか世界、それこそヨーロッパも結構盛んですし、うん、実はメキシコもある、うん、アメリカもいろんなリーグがあるってなると、すごいチャンスは広がると思うんですよね。そうですね、あの当時よりも多分ね、ツールとして、だってあの時で言ったら僕ら NFL ヨーロッパしか分からないし、NFL しか分からないじゃないですか。けど今 SNS とかも全世界がつながってるから、見れるし、コンタクト取れるし、方法論っていうのは僕はあると思うんです。僕の感覚としてはもう結局行きたいか行きたくないかでしかないと思ってて、行きたいですっていうことって誰でも言えますし、僕 NFL 目指してますって多分12歳、うちの息子がね10歳でも NFL 目指しますって手を挙げても別に問題はないわけじゃないですか。けどそれをね、僕らはやっぱりそこも経験したからこそ、そこの覚悟を持って戦うかっていうところのが僕は重要であって、だからほんまに NFL に行きたいって小学校の時僕がもし思ってたら、多分確実に英語も勉強してますし、僕はその時はそこの感覚が全くなかった、日本で生きるだから英語なんか絶対いらんと思って生きてた結果、めちゃくちゃ苦労しましたし、結局英語も喋れないですし、今は何
喋れとったらなあ、うん、いや僕はほんまにここだけ英語じゃ ないなって思ってます。あさらにね、うんうん、英語ができた方がもっと方法論が増えたし可能性は広がったかもしれないですけど、英語じゃない状況でもう戦えたっていうのは自分の中で一回経験があるから、うん、それもそれもう絶対喋れた方がいいですよ 100% こんなぐらい日本語ぐらい喋れるぐらいコーチとかとコミュニケーションとか選手と取ったり裏方と取ったりとかってできてたら確実にもっと広がってますけど、そうじゃない方法論で僕は多分行ったから、そうやな。だからそこはやっぱ突き詰めないと意味がないなと思って。だ言いたいことじゃなく目指すためにはどうするかどうしたかっていうことの方が僕は意味があるなって僕は思ってて、だ今も学生僕全然相談ないんですけど、海外行きたいんですっていう海外行かしたいお父さんとかからの話はありますけど、だからそこっすよ、だから覚悟がないんかなとか。のりチャンネル。そこを突き詰めてしまえばね、別についてくる可能性もあるわけじゃないですか。でね、そしたら今海外行きたいって言ってる子が僕らに相談しましたっていうよりも SNS でそのアメリカのリーグに全部自分でコンタクト取って、でそっからどうしたらいいですかの方が僕ら喋りやすいじゃないですか。でもどうしたらいいですかって言うんだったらまず行きたいって思ってることすら間違えてるやんけって僕はなってしまう。ルートはいくらでもあるからね。メール送ればいいし、確かに、ね、ダイレクト DM 送ってもいいし、うん、そのルートを送って実際に挑戦できる手段ってどういうルートをたどるのが一番正解なのかなっていうか、俺たちの、いや正解は多分ないと思う。もうやりまくることが正解だと思います。やりまくって言うと、メール、自分の能力を高めた上でメールを送るっていうことが絶対だと思いますし、だそれを多分ね、先駆者がもう今いない状況で僕らがこうした方がいいよって言っても、そいつは多分結局言われたことをやってるだけだから、それって僕の中で意味がないことだと思う。自分で動くことが僕は正解だと思うんで、でもこんだけいろんなとこ送りました、やりました、どこどこ行きました、でそっからトレーニングをしたいとかどういうふうにっていうやったらすごいわかるんですけど、いきなり海外行きたいんでどうしたらいいですかっていう質問を受けても、うん、僕は多分そこは親身になっては言わないかもです。ほんまに能力あってそんだけの気持ちある人は僕は紹介する人もおるかもしれないし、うん、戦える場所っていうのはあるかもしれないですけど、いや何も動かずに海外行きたいっていうことっていうのは全国民言える、全世界の国民が言えることやから、まずは動くことやね。そうですね、まず動かないですね。まあ僕らはやっぱ疎いですし、そこの DM であったりいろんなことって無理ですけど、 NFL のコーチともコンタクトが取れるんでね、今やったら多分ですけど。じゃあ仮にそんだけ力があって思いがあって、でもどうしていいかわからない人たちがここのメンバーに連絡をもらえれば、ちょっと、まあ、連絡をつなげてあげることっていうのは可能なんですか。 NFL のコーチですか、まあ、それは言いますけど、うん、まあ、それからカレッジ、ああそうですね、それをつないでくれるケビン・ジャクソンとかっていうのは今そういう仕事をしだしてるんで、それこそあのケビン・ジャクソンにお願いしたんですよ僕は、うん、ああそうです、誰がいますかっていう、まあまあいう話になって、でもまあ KJ やったらいけるかなと、うん、それこそあの日本語も分かるしケビン・クラフトっていうのは IBM の今のヘッドコーチの人にも相談したりとか、うん、まあ、だそんないろんな紹介して、うん、ってあとはもう自分らでやっていくしかないんですけど、うん、っていうそのまあ道しるべじゃないですけどは、うん、まあ、逆にやっとかんかったら分からへんところが多いかなと思う。あ、そうですそうです、 X リーグにもねやっぱり海外で NFL とか経験した人らもいますし、そうキャンプとかだけですけど、けどもう結局そこも言ったらね、小川さんが言ったみたいに紹介するっていうことはできますけど、結局その紹介した人がこいつがほんまズバ抜けてないと多分興味が出ないんですよ。まあ、それアメリカ人のコーチ陣とか全員そうやと思いますけど、
まあ、あとは行くしかないからな、うん、それこそ、まあ、まあ紹介できてもあとはもうほんまに行って、うん、で結果残すしかない飛び込んでいって、うん、そのためのどんだけ腹が膨れてるかっていうところで、その時にでもね、日本の中でトップやった状況で日本人っていう感じで行っても多分ほんまに何の意味もないわけじゃないですか。だからそこに行く時にはほんまにさっき、ね、話したみたいに言ったらもう俺がって言った方がよりコーチ陣であったり見てくれる人は見てくれるんで、そこはやっぱすごい重要だと思います。日本の中の企画を飛び抜けてる、ああもう絶対飛び抜けてる、続けてるやつがそうです、いるといないとだから、その辺ですよね。 KJ はどういうシーン？ KJ は今、フラボールってあの、あれだ、大学の選抜の、フラボールっていうものがハワイであって、それのコネクト役ですかね、日本人の選手何人か連れていけるみたいな。でその後また高校の選抜とかっていうところも噛んでいこうっていう話をしてたんで、だから日本の大学生とか高校生の選抜がアメリカで戦える可能性があるみたいな。なんかそこでね、多分結果残したらね、さっき言ってたみたいにもっと早いうちに積んでもらえる可能性もあるっていうのは一つの形やと思うんで、僕はもう自分でほんまにこいつやっていう選手と出会って、それと一緒に KJ には一回売り込もうと思います、うん、のりチャンネルを通じて KJ にそういう売り込みもできるようになるのっていう、今 KJ 電話しても多分出てくれるぐらい時差チャンネル登録お願いします。グッドボタンもよろしくお願いします。ぜひお願いします。何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。